はい、実況させてもらってます、シロックマンです。よろしくお願いします。今日は、プレイステーションの、こちらね、X メンバーザスストリートファイターっていうのをね、やっていきたいと思います。こちら、よろしくお願いします。すげえ久しぶりやな、これやるの。何年ぶりやろな。タイムリミットだけオフにして、スタート。はい。これあれですよね。X 面の、アメコミ、アメリカコミックのね、アメコミのね、キャラとカプコンのキャラの共演ゲームですよね、これね。うわ、少な。これね、その一作目なんで、キャラクター少ないんですよね、その代わりね。まあ、やっぱ竜やな。竜で行くべきやな。竜か剣やな。竜でいいか。で、相方は、やっぱ剣やな。やっぱ使いやすいのを2人でいた方がいいね。懐かしいな。これね、結構ね、昔よくやってたんですよね。ゲーセンでも入りましたね。これのね、シリーズも出てますもんね。これはまあ、マープルバーザスカプコンのこれまあね、シリーズになってますよね、一応ね。これまあね、あれですよ。この続編がね、マーブルスーパーヒーローズバーザスストリートファイターですよね。で、第3弾がカプコンバーザス、あとはマーブルバーザスカプコンですね。で、第4弾がマーブルバーザスカプコン2で、第5弾がマーブルバーザスカプコン3で、第6弾がマーブルバーザスカプコン3のなんか新しいバージョンが出てるんですよね。確かね。おお、やばいやばい。やられちゃったんちゃう、これ。強えな。あっけなかったね、えらい。これ、もうほとんどカメハメ派ですよ、この真空アドーケンね。カメハメハですよね、こんなんね。波動拳じゃないですよね。よし、倒した。これ確か、このゲームは自由にね、交代できないんですけどね。マーブルスーパーヒーローズ VS ストリートファイターの方はね、自由にね、この相棒同士で交代できるんですよね。このゲームは確かできなかったと思いますよ、交代は。このサイクロプスはね、なんか、X 面側のまあ代表キャラみたいな感じですよね、本当にね。これかウルバリンかみたいな感じですよね。はい、終わった。ちょっと1回目は開けなくやられたけど、今回はね、なんとかなったね。これも結構ね、なんか個性豊かなね、アメコミのキャラも多いからね、お前とはいいライバルになれそうだ。これ相手に対して言ってるのかな、サイクロプスに対してね、やっぱりね。ああ、いたな、これ。巨大なやつね。何やったかな？ジャガーノートやったっけな？名前確か。ジャガーノートやったような気がするけど。すげえ懐かしいな、このゲーム。あ、ザンギか。ザンギね。あ、これは、あれやね。ザンギーフのテーマでね、これね、一つの。やばい。おお、やってきた。バスターやってきた。アトミックバスター。強い、強い。
おい、倒した。いや、もうこのゲームはね、ほとんどね、飛び道具がもうほとんどあれですよ。打ち合いですよ。格闘というよりも飛び道具の打ち合いって感じですよね。だからこんなプロレスのやつには負けてられないですよ。こんな飛び道具がないようなね、やつにはね。普通の波動拳でもこの大きさですからね、これね。飛び道具がメインなんですよ、このゲームね。はい、終わった。パーフェクトや。まあ、それは不利ですよ。だって飛び道具がメインですから、このゲームはね。まあね、このゲーム懐かしいな。すげえ懐かしい。あ、ナッシュ出てきた。ナッシュはね、ガイルの親友なんですけどね、ストゼロでね、ナッシュを殺される運命がね、あるんでね、ちょっと切ないキャラでもあるんですよね。ストツではね、のストーリーではね、ナッシュは死んでることになってるんで、でストゼロのストーリーではね、ナッシュはね、殺されるんですよね、エンディングでね。うん、ナッシュを使用してエンディング迎えてもナッシュを殺されちゃうっていうオチがあるんで、悲しいキャラなんですよね。うん、ガイルよりかっこいいんですけどね、ナッシュの方がね。これね、ストーンもいたね。はい、倒した。まあ、このゲームね、スーパーコンボゲージがほんと溜まりやすいんでね、打ちまくれるんですよね。うん、派手な技いっぱい出せるんでね、いいんですよ、本当に。面白いんですよ。気持ちがいいんですよね、本当ね。はい、やばいやばい。もうほとんどカメハメ派ですよね、本当に。はい、倒した。結構ね、だから勝てるんですよね。強いから。うん、いやー、やっぱり面白いな。でも僕が一番好きなのは、マーブルバーガスカップコン2ですね。あれが一番好きですね。キャラクターがね、ほんと多いのであれね。50何人ぐらいいたんかな。忘れたけど。あ、ダルシム出てきた。ダルシムやね。ダルシムとね、もう一人名前忘れたな。うん、いたね。ヨガー、ナマステ、ナマステ。おお、でか。ヨガフレームでかいわ。やっぱり飛び道具がメインやから、このゲームはでかくなってるね。もうカメハメ派で、カメハメ波動拳ですよ、これ完全にね、これね。カメハメ波動拳ね、うん。よく言ってましたよ、カメハメ波動拳って。今思い出しましたけどね。カメハメ波動拳。カメハメ波動拳。派手ですね、やっぱりね。もうほとんど言うたらね、このゲームをやるのは、このカメハメ波動拳をやりたいがためにやってるようなもんですよね。気持ちがいいんでね。あ、出た出た。カメハメ波動拳、カメハメ波動拳。あ、テレポートしやがった。瞬間移動しやがったな、こいつ。カメハメ波動拳を瞬間移動で避けやがった、こいつ。インフェル、ユガインフェル、インフェル。カメハメ波動拳。あ、当たらんかった。カメハメ波動拳。余裕ですね、やっぱりね。このゲームはね、結構余裕なんですよ。うん。
そんな難易度高くないんでね。あ、チュンリー出てきた。チュンリーとローグね。いたな、そういえば。すげえ懐かしいな、このゲーム。本当ね、いい格闘ゲームいっぱいありますよね、本当にね。本当、格ゲーはいいですよね。波動拳、おりゃ、ハメハメ波動拳、カメハメ波動拳。余裕やったね。一瞬でいけたね。やばい、やってきた。ああ、そう、キスされるのよね。カメラ波動拳。すげえな、もうだいぶ勝ってるな。いいライバルになれそうだ。チュンリー出てこなかったね、そういえばね。あ、マグニートや。マグニートね。これボスですよね。もうボス戦って感じですね、これね。マグニートね。ベガも出てきましたから。いやー、いいな、このゲームもな。面白いわ。カメハメ波動拳。カメハメ波動拳。やっぱガード強いよね。もう普通に倒せたね。余裕でいけたな、余裕で。マゴニート出てこなかったよね。カメハメ波動拳、カメハメ波動拳。あ、ガードするな、やっぱり。止まるのが早いんでね。カメハメ波動拳、あー、当てられなかった。やっぱさすがに強いな、こいつはね。やばい、危なー。カメハメ波動拳、あー、当たらへん。さすがボスやね。ハメハメ波動拳。あかん、当たらへん。全然当たってない。ハメハメ波動拳。あ、ガードしてるな。ああ、倒せたか。勝てた。余裕、結構余裕で勝てたね。キャラクター少ないもんな、このゲームな。お前も格闘家なら自分の剣を裏切るな。格闘家じゃないよな、ベガは。格闘家とは言わないよね。これがラスボスか。これはね。これは誰かな？結構強かったっけな？どうやったかな？ちょっと忘れたな。どれぐらい強いかも覚えてないわ。ああ、そうだよ。でかいね、なんか、うちな、そういえば。顔にバーって当てるんですよね。うおー、やばいやばい、やばいやばい、やばいやばい。うわ、
めっちゃ減る。あ、やばいやばい。あー、でもやられるな。やっぱ強いな。半分ぐらい減らしたんか。やっと。強いな、やっぱりな、こいつは。やっぱりさすがラスボスやな。まあ、もう一回やってみるか。これで勝てなかったらちょっとやめれますけどね。あ、ウルバレンも使ってみたいな、久しぶりに。まあいいや、とりあえず、竜で行こう。竜じゃないと無理やろ、これは。これで勝てなかったらもうちょっとやめなしょうがないな。もうプレイとしてはね、十分満足にプレイしてるんでね。別にラスボス倒せなくても別に悔しくはないんで。これなんかまるで、ロックマン X5 のなんかシグマみたいですね。うん、なんか似てるんですよね、演出が。シグマみたいですよ。おりゃ、やばい、おりゃ、おお、やるな、まだいく、硬いな、こいつはさすがに。あー、やばい、やられた。やっぱ勝てないな、こいつには。強いわ。ダメだ、こりゃ。さすがラスボスやわ。まあ、こんなもんですね、今日はね。とりあえずね。はい。これで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。